こんばんは。なんかさ、メイクのやり方忘れちゃって、公園でメイクの仕方、公園に出る回数が少なくなって、でなんか基本的にそのなんか何、学生ものじゃないですか、映画やってたやつも。なんか私そのピカイチもそのなんかアイラインとかまつげのマスカラとか、 なんか全然やってないから、なんかほぼすっぴんみたいな状態、そうでして、ちょっとねえ、これはいや、なんかちょっとメイクしなきゃって思ったんだけど、してない。結構いや、でもそう、なんか最近だから、配信が最近なんですっぴんなんだろう。今日はいや、この前でもこの前すっぴんじゃなかった。そういえば自然光で昼間にやった時、あの時は一番良かったよね。そう、えいや、なんかちゃんとあれだよね、いやショールームでも絶対ちゃんとメイクするべきだってね、肝に銘じたの本当に。なのにしてない、なんでしなよメイク、自分に言ってる。光なんかね、ちょっと高校生に見える。ありがとうございます。保湿、肌を休ませ、そうそう、だから肌は休ませないとですね、本当に。なんか最近肌荒れもちょっと起きて、ね、最近乾燥肌なんですよ私。最近じゃない、昔から乾燥肌なんですけど、最近乾燥するんです、とても。なんかめっちゃ乾燥するし、なんか雨もめっちゃ最近、あでも今日降ってなかったかな、なんで。え、最近乾燥しない？最近乾燥する？最近乾燥すると思うんだ。どうだろう。そう、あそう、6月になりました。はるるん卵みたい、卵大好きです。そう、なんかなんだっけなんだっけ、6月になった話だ。6月になったから、もう今月お誕生日を、今月二十歳になるんです。なんかやっぱさ、他の誕生日よりもさ、二十歳ってこうなんか結構なんか重たいじゃないですか、記念すべきみたいな感じが。だからなんかね、すごくでもなんか意外とその全然例年よりそわそわしてない、なんか誕生日今楽しみなんです、すごく。誕生日、なんかお誕生日ってね、
思うんですけど、こうありがたいことにこうなんかいろんなこう方からおめでとうっていう言葉をいただけるじゃないですか。なんかそれがすごく、あ、私もこの地球に生まれて何年経ちましたが、なんかこう今こう人とのつながりを感じれるというか、あ、私もこうなんか地球に馴染めてきてるんだなっていう気持ちになれる、実感できる日で、ここ最近、去年はそれですごく幸せな気持ちだった。なんかいや19歳もう1年間幸せな瞬間は結構ありましたよ。でもなんか宇宙人なの宇宙人じゃないけど、なんかなんだろうな、すごくもう誕生日がめっちゃ幸せを感じる日で去年一昨年くらいはそんな気がしたから、今年もお誕生日が楽しみですはい、6月の誕生石はパールじゃない？真珠？なんか6月だけその石じゃないみたいな、あの石、宝石じゃない、パールって宝石のうち、うん、分かんないや。誕生石とか懐かしいな、なんか小学校の時本とかそういうのあるよね、なんか誕生日占いみたいな。真珠です、そう。オリジナルの言うかと思ったら普通に答えてくる、え、ごめん真珠、宝石は好き、宝石は好き、あんまよくわかんないです。まだこれから私は熟女になっていくというか、熟女への道を歩むじゃないですか、の段階のどこかで気づく時があるかもしれないですね。はい、熟していく段階で。でもさ、なんか最近すごく、何、私が小学校1年生くらいの時になんか見てたドラマの女優さんたちがもうその30代後半とかになってて、でもそのもう変わらずずっと綺麗だから、もうそんなその お若いなって、なんか年齢を聞いてびっくりしちゃうような。私小学校1年生の時に悪夢ちゃんっていうドラマがなんか初めてこのドラマが好きって自分でなんか思ったドラマが悪夢ちゃんが多分初めてで、そう
で北川景子さんがあくむちゃんから好きになったんですけど、北川景子さんももう30、この前調べたらいくつだったかな、でも確か30もう後半に差し掛かっていらっしゃった気がする。でびっくりしちゃって、で私が7歳の時だから13年前じゃないですか。13年前ってきっと北川景子さん20代前半とか、そう、いや本当にすごいなって。やばいよね。なんかいろんなこう見てたドラマとかがすごい、もう石原さとみさんとかもさ、もう37歳って言ってたかな、えって思ってびっくりした。全然10歳若くも見れるじゃないですか。ねえ、お若い。だからなんか年齢を重ねていっても、私もそのなんか35歳で綺麗でいれる人になりたいなって思いました。なんか目処なんて言えばいいのか、目安みたいな、30歳35歳とかで、すごいすごいですよね。感慨深くなってる今日家にあったカレーをさっき食べたんですけど、多分あの2日目カレーみたいな、あよく言うやつです。レンチンして辛くて、初手はそんなことなかった、甘口かなって思った。でも後半めっちゃ辛くなってきて、蜂蜜かけました、思わず。多分何なんか蜂蜜カレーとかあるじゃん。でも直にかけましたやばいよね、カレーライスにそのまま蜂蜜たらーって、なんかちょっと正常な判断ができなくて。いやでもなんか全然に行けました、はい。なんか何なんかなんていうのなん、うん、なんて言えばいいのかな、なんか絶対これでいいとは思ってないけどって叫びながらかけましたちょっとなんかそうだな、うん、いや蜂蜜感残ってますよもちろん。あんまなんて なんだろう、そのサラサラしたカレーじゃなかったからそんなすぐになじまないし、一応ちょっと混ぜるけど、うん、でも全然いけた、なんか全然いけたし、
蜂蜜なんかすごいですね。すぐになんか辛みが結構収まるというか。あ、カレーに生卵入れればよかったんだ。私もう卵がとにかく大好きで、なんか生卵見ただけでテンション上がるんです。本当になんか不思議だよね。そのさ、お肉とかに隣に卵があるだけでそのメニュー注文しちゃうの。卵の何、絵力もそうだし、なんかもう卵なんですよね、求めてるものは。結局行き着くのはなんか、なんだろう、今お米が食べたい、今お肉の気分、今はさっぱりフルーツの気分、サラダの気分とか、なんかいろいろあるじゃないですか。でもなんか結局その横に卵があるかどうかなんですよね。うん、そう、だからなんか野菜サラダとかでもやっぱなんかあの真ん中にこう温泉卵みたいなのがさ乗っかってるのあるじゃないですか。もうそれだけで決め手になる、すごく。卵が制してる。半熟のオタクですが嫌じゃない。ん？エッグ。エッグ。うん、卵が全部なんですよね、私。うん。6月になったから月が始まったじゃないですか。で、誕生日月じゃないですか。なんか。いろいろ欲しいものを買いたいなって思ってるんですけど、なんか今スニーカーってすごい難しいなって思ってて、あのめっちゃスニーカー靴好きの人っているじゃないですか。そういう方は多分全然惜しみなく靴にお金をかけるんだと思うんですけど、なんか私はその靴の優先順位って結構低いんですよ。スニーカーの優先順位って低くって、でもスニーカーなんです基本毎日。だからなんか靴にお金をかけてもいいのかなとか思うんだけど、なんか難しいんだよね。なんかでもレッスン場に置くスニーカーと、あとあの劇場に置くスニーカーと、あと自分が外で履く用のスニーカー、あ、全部自分だけど全部自分だわ、外で履く用以外も、スニーカーと、あとそう、とりあえずその外で履く用のスニーカーも、なんか歩く用のスニーカーもあれば、普通に私服に合わせるスニーカーも必要で、でその白のスニーカーって可愛いけどなんか結構すぐ黒ずんじゃう。いや、なんか私結構ほんとなんかなんだかんだスニーカーが多いですね。ほんとなんかおしゃれな靴を履く機会、履いてプライベート過ごすことほとんどな、なんだろう、多分人とプライベート合わないからですかね。なんかなんだろう、
おしゃれして会う人がプライベートにいないからかな。メンバーと遊びに行く、ご飯に行くはそんなに多くはないんですけど、たまにあるとしても、うん、なんかメンバーだからそんなになんか気合い入れた服着ていく必要がないというか、うん、だし何よりも動きやすく行きたいみたいないやだってご飯行くしきっと歩くし、うん、いやだからなんかあんまりなんかねおしゃれして会う人がいないから、そうだね、メンバーとじゃあメンバーとめっちゃいいご飯屋さんに行くってなったら素敵なお洋服と素敵な靴で行けばいいかもしれないですね。だからなんかおしゃべり会の時にその私服に合わせた靴とかだったらあるんですけど、でもおしゃべり会もねなんか足元結局映らないしみたいなさ本当に良くないとか、なんかあの何オンラインじゃなくてオフラインでも足元みたいな靴見えない、だからなんか本当にあんまないんですよね。うん、モデルさんとかだったらさ普段からこうなんか私服とか雑誌のこうなんか私服紹介コーナーみたいなとかなんかわかんないけどなんか結構気合い入れるじゃないですか。でもなんかまあモデルさんもやってるしアイドルもやってるしみたいな方とかだったらもういらっしゃるし、あ、ミユとかそうですね。なんかでもほんとに私それはないんですよね。なんか服見るのは好きなんですけど買うんですけど、結局自分一人で行動するときに動きやすい服で出かけちゃうんですよなんでだろう。いやなんか動きやすくて可愛い服がすごい好き。だからうん、カジュアルめの可愛い服をいつも探しちゃいがちなんですよね。なんかすごく可愛いワンピースとか買うけど本当に着る機会が少ない。もうだからアイドルやってなかったらもっと少ないと思うから良かったなって思います。おしゃべり会とかなんか配信イベントの時とか、わかる？人生で初めてこの人間の話がわかる。え、嘘でしょいや、まあでも服はだから服はそう服はいいんですけど、靴をって思った時に圧倒的にそのスニーカーを履く機会が多いのに、なんかスニーカーに全然こだわりがなくて私、うん、スニーカーに全然こだわりがないけど
からなんかちょっといいスニーカーを買おうかなって思ってる。でも結構外歩くんですよ。だから歩きやすくて可愛くて私服に合うスニーカーを欲しいなって思ってて、でも色も迷う。なんかどうしても白とかピンクが可愛いなって思っちゃうんだけど、なんか黒の方が結局汚れが目立ちにくいとか、なんか結局合わせやすいとかがある。服がピンクとか白とかだから、なんかなんか可愛い服にも合うスニーカーがいいかも。でもなんかだからスニーカーでさ、ピンクとかさブルーとかさ選んだらさ、なんか結局いっぱいになっちゃうよねってなんかなんでだろう、いっぱいになっちゃうんだよね。本当に困ってるんだよね。あと軽いのがいいな。何よりも本当にスニーカーが軽いだけで全然気分が違うと思う。ゆらゆら。こだわりないくせになんか買って履いてみてからああなんかとか思ってるから。いや軽さめっちゃ大事。でもそのもうね、外履き用の靴をじゃあうん整理できてないですね、私が。なんか用事、出かける用事があって、ん？もうわかんない。出かける用事があって、出かける用事が出かける用事がある時は別にそんなに軽さは重視しないです。あのちゃんと私服に合うかどうかが結構大事で、でも普通に自分で外をたくさん歩いて出かける日はなんか私服に合うも大事だけど軽いが結構大事。っていう今整理しました。で選べばいいですね。ってなってくるとでも結構色が迷う。ちょっともう頭がパンクしそう、これだけで頭がパンクしそうだぞ。もうなんか靴こだわりある人すごいね。ね、なんかおしゃれだよね。靴こだわりあるっておしゃれじゃない？なんか男性の方靴こだわりあるくない？わかんないけどイメージ方が多い気がする。そんなことないかな。なんかスタッフさん
で結構な苦痛がみたいな言ってた人いたな。スニーカー好き、あでもそんなことないか、マリナさん好きなんだ。チカナちゃんもめっちゃスニーカー好きだった、そういえば。あじゃあ男女問わずだわ。えなんかなんだろう、ファッションの延長線上で靴が好きっていうよりかは本当にスニーカーが好きみたいな、なんかスニーカーオタクみたいなスタッフさんいたんですよ。かそういうそこまではいけないけど、まあ、普通にねスニーカー、うん、靴ってさ服よりさ高いのを選ぶというのが私できなくて、だからでも服よりたくさん使うからいいよねって思うんだけど、なんか基本的に ZOZO ユーザーなんですね私。外で服買えなくて なのでそのあんまり安いとなんかえってなるかなって思って届いて実際入ってみた時でも、だからまあめっちゃ安いわけじゃないけど全然高くはない靴。いや試着、服の試着ってもう1年以上してないなきっと。なんか本当に店員さんに話しかけられるのが苦手なんだよね。うん、なんかそう、ずっと前から。全然苦手な雰囲気は出さないようにしてるのが苦手なんか結構自分の中でめっちゃ迷うんですよ。すごく迷うから、お店のに行ったらなんか滞在時間がちょっと長くて、そのなんか自分の中のクローゼットの中に持ってるアイテムとあれがこれが合わせられるかなとかなんか考えてたら結構長くて、だからじっくり考えちゃうからやっぱ ZOZO がすごいいいんですよね。あ、優柔不断でもありますねやっぱなんか何よりもなんか見て可愛いって思うのじゃないとなんかせっかくお金払って買うのになって思うから、なんか何回か見てだんだんなんかそのきらめきが薄れてくる時はあんま買わないですね。ZOZO 開いていいなって思ったのハートをして
まあ一回閉じてもう一回見た時になんかあときめきでしたときめきを感じまた感じたら買うかもしれない。そうですね、なんかでもお店とかだとさ、お店のその照明とかこう壁の色とかも相まってなんかお家で見るよりもキラキラして見えたりするじゃないですか。その時の気分とかもそうです。うわーって思ってるから、うん、それマジであると思う。本当にある。だからなんかねー、よいしょよっこいしょ。あ、そうでね、その靴が、靴の話に戻っちゃう。なんか外巻き用に一番こだわりたいけど、でもその ZOZO で見つけた靴、可愛いなって思った靴がなんか結構あの全何レッスン用のイメージで見つけた可愛い靴があって、なんか外巻き用にしてはその私服にあんまり合わないかなみたいな、何あの全身ピンクみたいな感じ、なんだろう、ちょっとだけ蛍光色っぽい、なんかそこまで蛍光色ではなかったけど、でもなんかそのレッスンシューズ感があるスニーカーだったんですよ、その私服に合わせるというよりかは。だからなんかレッスンシューズにはでも正直そこまでかけなくてもいいんじゃないかなってちょっと思ってて、いやでもなんか気分が上がるとかはめっちゃ大事な要素だと思うんですけど、でもなんかもうちょっと安くても可愛いのはあるなって思うんですよね。そうそうです。だからレッスンシューズ最低2足必要だから、劇場用とレッスン場用とその外出プライベート用って思うとなんか最低こう4足必要、4足稼働ってなると、それでそのなんか結構全4足全部ちょっとお高めのスニーカーってしちゃうと、やっぱなんか買い替えの時期があの4足揃っちゃった場合とか、なんかタイミングが重なっちゃった場合結構な出費じゃないですかって思うと、やっぱなんかレッスン用のスニーカーはもうちょっとこう値段を抑えめでもいいんじゃないかなとか思うんだけど、でも6月といえばやっぱお誕生日バースデーマンスなので伝ってる、そう、なんで英語で言おうとしたんだろう、そう、お誕生月なのでって思ったら、なんかその何変な方向に自分の背中を押さないといいなって思ってる。なんかすごくお誕生日月だからって、なんかすごくこうしかも二十歳だからって思うと、なんかそのいいものを身につけようとか思うんですよね。今までは結構なんか試しにとかって感じで買うことが多かったけど、いいものを身につけて素敵な大人になろうじゃないかみたいな思うと、やっぱりいやでもそうですね、
悩むな。真珠つけよう真珠つけようかな。じゃあ10万の靴とか買っちゃう10万円の靴は買えません。でもそのくらいの靴履いてる人もいるよね、靴マニアで。靴かどうかは置いといて1個くらいいいもの買えばいい。そうだよね、なんかいいものを自分の誕生日に自分にプレゼントしたいみたいな気持ち、そう思う。確かにアクセサリーもありかも。時計はあんまり腕時計とかつけないのよね。確かに二十歳は人生で一度きり、まあそうですよね。なんか昨日ふと思っちゃった。いや19歳から20歳になる時ってすごいワクワクしたんだよなって30歳くらいになってから話してる自分を想像しました。うん、19から20歳になったっていうその嬉しさってなんか他に代えがたいよなみたいなのを懐かしみながら話してる30歳の自分を想像してました。だからなんか特別な年な気がする。いや20歳の時はさーみたいな。たちか。なんかやっぱ特別ですね。だってなんか二十歳ってその何、保育園の時から二十歳っていう言葉を初めて知った日のことを私は覚えていて、保育園の時に何気なく先生が大人って何歳からみたいなことをみんなに問いかけた時に20歳って言ってる子の中でなんか20歳っていう言葉を言ってる子がいて、20歳？はてなはてなって感じだったけど、先生もあ20歳っていうの知ってるんだって言ってて、なんかちょっと物知りな子だったんですよねその子で。20歳って何ってママに帰ってきてから聞いて、20歳のことだよって。え20歳だけ20歳って言うんだって。他の年はその別名がないのに20歳だけ20歳があるんだ、20歳って言うんだみたいな、なんかそれを知った時でした。その子は唯一保育園の頃からずっと一緒の子で今も連絡を取る子です。すごく国語がめちゃ強な子でした。めっちゃ本読む、めっちゃ作文上手だった。なんか言葉いろいろ知ってた。そう
だし、なんか NGT に入った時も13歳だったけど、なんとなくなんか20歳まであと7年かみたいな、なんか何なんか13歳で入るって結構若いじゃないですか。なんかあとまだ7年もあるやとか思ってた。だからなんかいろいろこう人生の何かを考えるときに20歳って結構すごいボーダーライン、何かの基準となる数字みたいな感じがしたから、ねえ、大きくなりました。私卒の共演者の方々も今年20歳の方多い。そうね、2004年チームズは2004年チームズって勝手に言っちゃうんですけど、口癖で昔からちっちゃいもんの時から、私卒の子も2004年生まれは5人かな。せいちゃんも2004年だもんね。学年は1個上だけど、あ、04っていうのか、04世代、いいいいね。そうだね、りんちゃんがこの前お誕生日だったんですよ、5月。だからもお誕生日になったらまたいつかみんなと会えたら あ、そんな舞台挨拶話がつながった。そんな舞台挨拶今日の23時59分までなので、よかったら来てください。15日16日に東京のね、あの豊洲でねあるので、15が豊洲か、16は新宿か、待ってます。うまいなうまいよね。そうです、お待ちしております。あ、嬉しい、名古屋申し込みましたね。待ってます、待ってます。あら、大阪行けるかと思ったらすれ違い、大阪と愛知もね行くことになったのでめっちゃ楽しみ。でもね、大阪あんまり満喫する時間がなさそうだったんだよね、スケジュール的に。私だけシュンちょっと他のお仕事で行ったり来たりしなきゃいけなさそうで、なんかこの前なんか大阪、そう、あのプロデューサーの高石さんから連絡があって、なんかみんな
ょっとバタバタしそうだから気をつけてねみたいな、ちょっとありがたくここ気をかけていただきながら、でも大阪でたこ焼きを食べてる暇もなさそうで、私はシュンって感じでした。いや、なんか全然イメージしてなかったので、みんなそっか大阪いいなでもなんかすごく高石さん、あの YouTube 見てください、ぜひ。ドキュメンタリーのあの映ってるその私の卒業プロジェクトのプロデューサーさんの高石さんという方がいらっしゃるんですけど、あのすごい方なんですよ。あのすごい方なんですけど、なんで2回言ったんだろうめちゃめちゃそのこの私卒のプロジェクトにもうなんかすごい熱量をというか、なんかすごくこう思いがねあって、めっちゃなんかで、特に今回のこの5期の作品にもうほんとめっちゃ力入れていろいろ宣伝するからって、うん、なんかすごい、なんかなんだろうな、すごい熱量というのはひしひしと私たち感じていて、なのでなんかそれについていこうもそうだし、それに勝る私たちも熱量で向き合っていこうってすごく思ったので、今回のこの上映でめちゃめちゃ頑張りたいんですよね。この作品を見ていただきたいなって、たくさんの方に、うん、って思っているので、うん、そうだな、なんかどうしたらいいんだろう。私はきっとこうもちろん映画を見てほしい、広まってほしいっていう気持ちと、あとは自分の見てくれてるファンの方に私のお芝居をしている今の姿を見てほしいなっていう気持ちがあるので、すが、そうだな、なのでなんか自分のインスタとかツイッターとか X か見てくれてる人に、まあファンとかまで行かなくてもね、そういう方に一回見に行ってみようかなって思ってもらえるように SNS で宣伝をするだとか、そのくらいしか私はできないんですけど、でも映画をね、ほんと一人でも多くの方に見ていただきたいなっていう気持ちはあるので、拡散をぜひよろしくお願いします。うん、嬉しい、おすすめしてくれた。そうだね、そこから NGT 知ってくれる方もいるかもしれないし、でもなんか振り返ってみると
そうだな、なんかやっぱ初めて本格的に映画に参加させていただいたので、結構何にもわからないし、めっちゃめちゃな不安の状態でやってたから、なんかそこから数ヶ月経ってみて、あの頃の自分にもうちょっと落ち着いてやったらって声をかけたくなるような気持ちもありますね。なんて言うんだろう、いやでもワークショップは本当に凄まじかった。すんごい空気だった、やばいよもう。でもなんか最初のオーディション段階がすごかった。なんかでもね、なんかドキュメンタリー5話まであったじゃないですか。なんかもっとやばかったんですよ。え、なんかもっともうなんか殺伐とまではいかないけど、なんだろうな、一番最初のオンラインの審査がやばかった。なんかあれはさ、そのオンラインの審査とかはさ、ほぼさ、そのまあそりゃそうだけど、ワークショップに結構なんか集中してたじゃないですか。ワークショップの時代もやばかったけど、なんかオンライン審査が私一番なんかもう結構ズドンって、なんかほんとなんか挫折した瞬間がめちゃめちゃ多くてそう、なんかね、なんか最初にオンラインの審査があったんです。あ、最初その書類送るじゃないですか。で次なんかこうズームみたいな、なんか結構たくさんの人が画面にいて、でそこでその高石さんから、なんかこのワークショップは、そのワークショップとオーディションはあの挙手制なので、あの手を挙げた人から喋っていくっていう感じになるからっていうのがあって、でなんかそのいくつかね、5個くらいかな、3つか5個くらいのその質問があって、なんかこう俳優を志したのは なぜかとか、この私の卒業でしたいこととか、なんかそういうなんか質問が今からあるので、あのメモしてくださいって。でメモして、で喋れる人から手を挙げて喋っていきますみたいな感じで、もう頭が真っ青になっちゃって、なんか一クラス分くらいの人がこう画面上にいるんですね。でもう一番最初の人は「はいどうぞ」って言われた瞬間に「はい」って言って、もうそのままその喋るから、あーすごいなって、この状況で一番最初に入っていけるのすごいなって思うじゃないですか。でいろいろ自分の言葉で喋るの、言葉を簡潔にまとめて喋るのがすごく苦手で、私はなんかなんだろう、その時にまだなんか役者さんになりたいっていう気持ちが自分の中で固まってる状況ではなくて、とにかくなんかチャンスがあるなら参加してみるみたいな気持ちでオーディションに受けてたので、なんかその他の方のそのなんか勢いとかにすごいこう圧倒されちゃってて、でなんか言葉を頑張ってまとめるじゃないですか。
でよしって思った時に最後の人になってて、でえ嘘最後になっちゃったって思って、でもう本当にそれが震えが止まらないというか、もうすごいなんか怖いなって思に近い気持ちになっちゃったのかな。とりあえずすごく、うん、さなんか最初じゃなければ最初じゃないほど後になるほどなんか熱量が伝わらないのかなとか、うん、なんかすごいもうとにかく怖いどうしよう、なんか自分もちゃんと言いたいことはあるし思いは持ってここに来てるけど、なんかそれをうまく伝えられなさそうみたいな、すごいなんかそういう本当もう耐えられないと思っちゃって、もう第一段階の挫折だったんですけどもうその状況が本当に結構トラウマみたいな感じでしたね。はい、うーん、2回目のオンライン審査の時もなんかはまだなんか構えてたというかよしってこうなんか準備が押して自分も臨んだので、でもなんかどっちもかも、オンラインの審査終わって閉じてからなんかもう悔しいとか不安とかいろんな気持ちになってたから、なんかすごい雰囲気だったなっていう思い出ですね。ワークショップの日も、はあ、こんな若者たちがいるんだこの業界は。すごいなーって、なんかもうとにかくすごいなーって思った。なんかなんだろう、結果的には吉田愛華ちゃんの役を私がやれた選んでいただけたから、なんかなんだろう、なんかうーん、嫌味みたいに聞こえちゃうのですごい嫌なんですけど、でもなんか私には分かるんです、すごいなんだろう、あすごい全然自分よりもいいもの持ってる子だなってすごく分かるから、なんか私でいいのかなとか思いたくないけど思っちゃってたし、なんかそれは撮影終わってからの今もずっと思ってるし、そうだな、なんかあとでも新潟出身が私しかいなかったから、なんか新潟出身だから選ばれたんだって他の子にもお客さんにも絶対思われたくないみたいな、意地でもそこはっていう気持ちがすごくあったから、頑張ろうってなってました。
でもなんかワークショップやってる中でちゃんとこれっていう瞬間が私的にあったんです。わかんない、なんか高石さんと北川監督が覚えてたかわからない、覚えてたかは全然わかんないですけど、でも私の中ではワークショップの中で吉田愛香ちゃんに選んでいただけたのはこれっていうきっかけの瞬間を私は覚えてるんです。他の人覚えてるかわかんないです。覚えてなかったらちょっとショックなんですけど絶対これっていう瞬間があったから、なんかあ私が愛香を演じてもいいんだなって思えた。なんか初日ワークショップの初日かな、まずお芝居はしなくて台本の読み方から教えてもらって、でもなんかそこでもちょっと積極性に欠けてて私は。で次の日は本読みをしてみて全然読み込めてないなってなってて、その次の日はみんなの前でこう順番決めてお芝居をいよいよやってみて、で全然ダメですごいぐさぐさになってて、その次の日くらいかな、その次の日くらいにほんとにこのままじゃダメだって、なんかオーディションワークショップ兼オーディションだから、そのワークショップ中ずっとオーディションみたいな感じなんですよね。最終的に役決めの日はあるんですけど、そのメインキャストに選ばれたいみたいな気持ちがすごくあったので、でなんかその今年はなかったけど4期の時はそのメインキャストの役になんか当てはまらないけどこの子のためにメインキャストのその役を用意したっていうのがなんか前例にあったから、だからなんか役に合わせに行くっていうのもそうだけど、なんかこの人のためにこの人をメインキャストにしたいなって思ってもらえるようにそのところまで行きたいなって思ったからいたんですけど、だからなんか本当にその褒められてる子もいるのに私はその1褒めもまだなかったんですそうなんかちゃんとその褒める時は今のはこうちゃんと見えててよかったとか、でも今のはこれ全然感情も何も伝わってこなかったって結構ザバって言われるんですね。だからはいそうですよねシュンってなるのね、そのいや本当でもそうなんですよ、なんかだからそのあそれってきっとなんだろうな、なんかどっちかっていうとその監督と高石さんにのどうになんだろうどう映るかとかその厳しいこととか怒られたくないなみたいな思ってたから、そのハマりに行くにはどうしたらいいんだろうみたいな、そういうなんか視点で考えちゃってたのかもしれない、なんかどうしたら褒めてもらえるんだろうみたいなそういう風に考えちゃってたかもしれないなって思って、なんかでもじゃなくてなんかなんだろういい評価をもらうためにはじゃなくて、その吉田愛香ちゃんになりたいって、そうその前にそうなんか本読んでて、でもなんか愛香を演じたいなってすごくメインキャストのどれかに入りたいっていう気持ちからなんか愛香になりたいなって思った時があって、なんか台本には感情は書かれてなくて
セリフの言い方じゃなくてその時の愛花の感情をってこう考えてごらんなさいよって自分に問いかけてみて愛花だったら台本に感情は書いてないしとがきとかはあるけどなんかそれをそのままやるそれのやり方を研究するものじゃないなって思ったからそれで次の日にワークショップに行った時に初めてなんか今の愛花良かったって褒めてもらえた瞬間があってでもその次の日がもう最後の日だったんです最後のその役決めの日だったからはいギリギリでしたあとあれだなんか村長から船長に名前を変えた瞬間それドキュメンタリーでもなんか切り取ってもらってたんですけどなんかさドキュメンタリーだけだとさあれわかんないじゃないですかその急に私泣いてたしでもほんとちょっとこれ弁解させてほしいのなんか弁解にはならないんですけどなんかねあのドキュメンタリーの2話くらい2話か3話くらいでなんか結構結構本当になんかガチで泣いちゃってるところが映ってってそうなんかあの日ねそのなんだっけなその結構監督にそのアイドルの子がお芝居してるっていう感じがすごくあるって言われてで自分でもそれはすごく分かってるんだけどなんだろう何を変えたらいいのかとかその声とかにもすごいコンプレックスがあったりとかなんか自分の顔も全然自信ないんですだからその自分の声とか顔に自信がないっていうところからなんかよく見せるためにはってアイドルとしてこう研究をしてたこととかが多分癖づいたことがそのなんか不自然なものにお芝居になんかつながっちゃったのかなって思っててでなんかそれがどうしたらいいのか分かんないっていうのと自分自身に不安なんか自信がないっていうのとかとあとでも初めてそれをなんか言ってもらえた気がしてだからなんかその気持ちで泣いちゃってましたうんですねアイドルと女優さん180度違うと思うなんかだから使ってる感覚が全然違うから難しいなって思っててその時にだからなんか普段アイドルとして村長って呼ばれてるからなんか村長って呼びやすいかなって思ってニックネームを村長にしてたけどなんか違うのにしたらって言われてああそっかって思ってだからワークショップにいる自分はアイドルの自分じゃなくてお芝居をするっていう自分でいようと思ったから名前変えますって言ってでなんか確かその時その初めてみんなそのグループラインを作ってなんかもう出演者が決まった時だったんです出演者が決まったからそのグループラインを作ってなんかワークショップに出れない子とかもね用事があったりなんかいろんなお仕事とかがあっているからなんかそういう時にその今日やったことを資料共有できるようにってグループラインを作ってみんなよろしくねみたいなことを一言ずつ言っててでもそのできた時ってめっちゃ緊張するじゃないですかできた時にそのニックネームを変えますっていう文章をでこれからよろしくお願いしますみたいなのを新幹線の帰りの新幹線の中でもうその2時間弱ずっともう
東京発から新潟着までね、ずっと考えて考えた考えた考えた末に LINE を送信しました。だってさ22人いるんだよ、22人のさグループ LINE の中でさ発言をさ、初めてそのグループ LINE ができた瞬間、できた日にするなんてさ、もう本当に緊張するじゃないですか。そんなことさ絶対できないでしょ。もうなんかすごいかったんですよ私。もういやめっちゃ考えた、めっちゃ考えた。なんか長すぎてもなんかダメだし、いや挨拶で、挨拶はなんかでもみんなその定型文、みんなになんとかなんとかです、ニックネームはなんとかです、よろしくお願いしますみたいな、そういうのだけだけど、そのなんかみんなその日のワークショップ終わって、その終わってからその高橋さんと北川さんにあのアドバイスとか聞きに行きたいこととか、その聞けるんですよ毎回。でみんな大体、私後ろの方に並んでたから、でみんな大体帰ってきて、本当にほとんどの子が帰ってた時にあの泣いちゃって、なんか名前変えたらって言ってくださったのでっていうくだりを、そのみんなは他のみんな見てないから、そのなんか急に次来た時にワークショップに、でなんか名前めっちゃ変わってるやんみたいななるから、その日せっかくその自己紹介してニックネームこれですって名乗ったのに、あのニックネームを変えますで、こういう風に私は頑張るので皆さんこれからよろしくお願いしますみたいなのを、あのなるべく簡潔にまとめたんです。でもなるべくその簡潔にまとめるのがめちゃめちゃ難しいし、もう22人出来たてのグループラインに送信ボタンを押すぎの勇気の、本当にもうなんか私にはもう本当になくってですね、もうめちゃめちゃ緊張しました。あの時のことは一生忘れないと思います。めっちゃ緊張した。そう、本当になんかもう心臓がバクバクしてて、緊張しました。はあ、思い出しただけで緊張してくる。なんでだろう。そうですね、いやなんかだからこんなに今居心地のいい場所になるなんて思ってなかったです。ただでもあの時に今から戻ると言われたらちょっときついですね。本当だからあれがあったから今がある感じですね。でもなんかいろいろもっと学びたいです、学びたいなって思いました。ワークショップを受けに行ったりとか、なんか事務所に入ってる子ってその私たちとは違って、その事務所のレッスンとかに受けたりとかね、そういう機会があったりもするみたいで、あそうなんだって、なんか本当にこう NGT の外の世界は本当に外なんだなって、結構想像してたけど想像よりも外の世界って感じでしたね。何を言ってるのかですけど、なんかそういう時に本当にビクビクしちゃって、やっぱちょっとね、ちゃんと頑張んなきゃ、頑張るっていうか、そのなんかこれはでも私の性格なんだと思うんだよね。そのなんか全然経験とか浅くても実力がまだついてない状態でもなんか自信満々に堂々としてられる子はしてられるんだと思うし、だからなんか私もその私はでも逆にその
何かこう自信につながる結果がないとちょっとでもいいからなんか立ってられなくって、本当にもう不安と心細さと迷惑かけないようにしなきゃとかって思えば思うほどもう本当に震えちゃうので、なんかとにかくその経験で自信をつけるとか、まあ一番は結果で自信をつけるとかがいいのかもしれないですけど、まあでもなんか私ずっとこのスパスタはすごく本当にこの道を通ってこなかったら私これから何もできないって今終わってから思うくらいにはすごくいい必要な経験だったというか、もういいを通り越して、だからなんか良かったです、ありがたい機会でした、イエイいろいろ喋って最後イエイやばい、はあ、でもそれでもやっぱなんか6月久しぶりにあの舞台挨拶でワタ卒のみんなと会うので、それもなんか緊張しますね、すごくなんか久しぶりでに会うとそのゼロに戻るタイプなので私はなんかなんだろうな、そうなんかでも21人全員とそのまんべんなくたくさん喋れたかと言われたらそうじゃないんですね、やっぱそのお芝居の中で絡みの多い子との方がコミュニケーションはたくさん取ってたので、年齢が近いだとかなので、あのそういう子はすごいあの本当に友達、めっちゃ友達なんですけど、あのちょっと緊張する友達っているじゃないですか、でしょ、でなんかめっちゃ2ヶ月くらいぶりかなに会うとそのなんかゼロに戻りやすいんです私、そうだからあのなるべく久しぶりでもあやっほーみたいなテンションでいられるかなっていう不安とドキドキがちょっとありますね、頑張りたいと思います、そこら辺もあの温かい目で見守っていただけたら嬉しいです、緊張するよ、そうだな、そうだよね、あ、そうですよね、ちょっとそんな感じで提出物出さないといけなかったんです。した。提出物をちょっと出さないといけないので、そろそろショールーム終わろうと思います。あら。ちょっと今、LINE の通知がピコンって流れてきて。すいません、マネージャーさんから。ちょっとすみませんでした。あのちょっと提出物を出していきます。そうだった、そうだった。すごい。起きたこと全部言っちゃうそれではじゃあ壇上の方をお呼びしますね、13位ストーンさん、12位サクワンさん、11位てっちゃんさん、10位リューマさん、9位風の足跡さん、8位マーチさん、7位イカッチさん、6位ダメ男さん、5位トシヤさん、4位カンクロウさん、3位ぴょんぴょこぴょんさん、2位ゆららさん、1位ひよぽんさんです、ありがとうございました、はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました、はい、それではありがとう、おやすみなさい急に終わっちゃってごめんね、おやすみ。